兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ボールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗ってくれなかったら兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。たく、傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミ。ハニー、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちにはいけない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。Thank you.
つ目の作戦は失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。やっ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 やボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。なぜここに巨人がいるのだ。巨人がこんな内地に。ありえませんわ。行くわよ。覚悟して。で、よし。戦闘開始。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。女型のやつ、高速を振りほどきやがった。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙ってやつを疲弊させるんだ。絶対にここから外へは行かせん。まだ動けるみてえだぞ。準備はできているぞ。ああ来い。
目型の巨人拠点を築きましょう。やるなら今しかねえ。はっ、覚悟して、はっ、行くわよ。はっ、なさっ、は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 っ、このまま一気に、えい、はっ、はっ、覚悟して、巨人はまだ動けるようだね。次の拠点の設営を急げ。何をしているの？早く目型を仕留めなければ。仕留める。兄は僕たちの攻撃でかなり疲れているはずだ。一気に決着をつけよう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。分かった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。なあ兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。次に行きましょう。兄を追い込んだぞ。今だエレン。
いつ壁を乗り越える気か。行かせない。これを縛って地下に運ぶ。そっちを押さえろ。君も手が空いてるなら手伝う。ん？たまたまあそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人に日光を当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたんだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。わかった。死んでもらおう。くみさま。うそうそ、冗談。ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。
いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたら、そのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため、すべての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。なあ、アルミ、さっきの講義なんだけどさ。あ、ごめん、聞いて。あ、ああ。なあ、あいつどうしたんだと思う？確かに最近、アルミンのやつ夜遅くまであの様子、ちょっと心配。わけじゃないんだけど、少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。その時の僕の意見が実際に採用されて、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵だ、そんな大役、その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗し、本当？それじゃあ、これからよろしくね。迷惑。
私たち貴族のおかげで。こんな。頑張ろう。なんと。不敬な。いらっしゃい。また来てちょうだい。いらっしゃい。何を作りたいんだ。また来てくれよな。やるわよ。
調査兵団は女型の巨人の正体であるアニレオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です。確かに全員いるか。南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から？壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。君はこんなところに来て一体どうしたんだ。女型の巨人のことか。すまん、こちらの状況もそれどころではない。ウォールローゼが突破されたかもしれないんだ。ここを切り抜けてから聞く。お前が完全装備でここへ来たのは幸運だった。104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける。戦闘は可能な限り回避し、情報の拡散に努めよう。人や集落を発見次第離散していけ。なお、南班と西班は破壊箇所を特定する任務を兼ねる。誰かこの地域に詳しい者はいるか？はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコネイも。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くを案内できます。その後俺の村に行かせてください。そりゃもう行ったところで無駄でしょうけど、でも行かなきゃいけないんです。わかった。南班の案内はお前に任せたぞ。近いな。武装している者は手を貸せ。巨人の注意を引く。
その間に104機を先発させろ。了解。お前は俺たちの援護に回れ。戦う覚悟はできているな。いい返事だ。活躍を期待している。それぞれ行動を開始しろ。申し訳ない。我々のせいで無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。さあ、まずは接近する巨人を討伐するぞ。まだまだ。俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。やってみせる。ナナコさん、お任せします。了解だ。よし、次は次に行きましょう。で、ミケ分隊長がおとりになったの？一人で行くなんて無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。ゲルガ、拠点を作ってもらえるかい？周囲に巨人がいないか確認したい。さあ、任せておけ。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。よし、このまま一気に。よっ、まだまだ。はっ、よし、この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進もう。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配、装備に余力があれば拠点を設営したいが。次に行きましょう。よっ、まだまだ。出てきやがった。なんとかして切り抜けねえと。やってみせる。ゲルガーさん、お願いします。やった。任せとけ。ここで倒す。ナナコさん、お任せします。ここ、はい、よし、よし、次に行きましょう。戦闘開始。はっ、悪くないな。その調子で頑張ってくれ。やってみせる。
ある君にはミケの様子を見てきてもらいたいんだが。この調子ね。逃げ遅れた村人がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。ありがとうございます。おかげで助かりました。あの、さっき拾ったものなんですが、よかったら使ってください。ミケ分隊長、104機の離散完了しました。何か手伝わせてください。お前たち、よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。あの村、人間の匂いがする。逃げ遅れた村人がいるのか。班員たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。班員たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。俺はここでもっと時間を稼ぐ。この調子ね。戦闘開始。まだまだ。
なところにも村があったのか。逃げ遅れた村人がいるかもしれない。拠点を築きましょう。ここよー、次に行きましょう。よっ、はっ、強敵捕捉お願いね。了解だ。任せておく。巨人が、誰か来てくれ。この調子ね。すまない、助かった。あんたたちもどうか無事で。なってみせる。よし、よし、はっ、よし、はっ、はっ、やった。ここ！せっ！はっ！
このまま一気に。はっはっ、よし、よし、とっと任せたわ。お願いね。任せておく。よし、はっはっ、よし、よし、俺たちも散らばるぞ。ミケ分隊長、無事でいてくれよ。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あ、もう動いていいよ。面白いことを考えるな。まずい事態だ。最後に勝利するの。
休息も兵士の仕事。やってる！よ。ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！大丈夫ですから。なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ、行って。走らんかい。巨人を食い止めて、あの子を逃がさないと。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。あの子もまだ相当遠くへは逃げていないはず。絶対に守らないと。やっ、私はあの子を追いかけます。あなたは他に逃げ遅れた人がいないか探してください。やった！
の子の周りに巨人が集まり始めています。囲まれる前に巨人を討伐して逃げ道を確保しましょう。村の人ほとんどみんな先に逃げちゃった。誰も助けてくれなかった。大丈夫ですからね。これでなんとかこの場を切り抜けられそうですね。助かる。ん？走らなきゃ。誰か来てくれ！このまま一気に。ありがとうよ、助かったぜ。俺は助けを呼んでくる。橋の周りにも巨人が。この橋を渡らなきゃ逃げられないのに。サジャ、どうしてお前らがここに。感動の再開はアドラ出す。まずは任務通り住民の避難に全力を尽くすぞ。次に行きましょう。急がないと、あの子逃がせなくなってしまいます。実戦はトロスト食い合いだ。また前線に来ちまうなんて。この調子ね。よし、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。次に行きましょう。打ち放つ。よー、苦戦してんのか。無視はできないよな。やるな、俺も負けちゃいないぜ。戦闘開始。よし、呼ばれて応援に来たがまだ手が足りない。一緒に戦ってくれ。よし、感謝する。しかしこのまま戦うのは厳しそうだな。俺が何か手を打っておこう。この調子ね。何の騒ぎかと思って来たはいいけど、巨人が多すぎるよ。誰か手を貸して。助かったよ。ここからはもっと有利に戦えるよう手配しておくから。他の村にも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。他の村にも。俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか。戦闘開始。こんな時にあんな大型の巨人が。でもやるしかありませんね。この調子ね。一気に行きましょう。手が足りない。誰か加勢して。ここで倒す。よっよっ。はっ。よっ。はっと。はっ。よっ。はっ。助かったわ。私は拠点を作っておくから。
これでなんとかなりましたね。本当に助かりました。ここまで来ればもう大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりません。ありがとうございます。この恩は必ず。お肉、お肉ですか。いくらあなたでも。おい、無事か。怪我はないようだな。ん？お前は？はっ！104期調査兵団、サシャ・ブランスです。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの…そっちのお前は戦えそうだな。であれば、この先にいる中、どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。必ず今回のお礼は…
また来てくれよな。いや、行くとしよう。貴様は調査兵団か。戦えるなら何でも構わん。すぐに出撃し、あんたは確かトロスト区奪還作戦の時にいた。貴様らも早く配置につけ。はっ、巨人はここで何としても食い止めないと。トロスト区で行くぞ。力を貸してくれ。さあ一匹たりとも。まずは防衛線の展開を援護してくれ。付近の巨人を駆逐し、防衛線の完成まで時間を稼ぐんだ。行くぞ。まだまだ。しかし本拠地が壊滅。今度こそ人類は。はあ、この調子ね。よし、次に行きましょう。救援要請か。トロストクの時よりさらに腕を上げたようだな。この調子ね。拠点を補強しなきゃならないのに、それどころじゃない。食われちまう。すまない、これで拠点を補強できる。やっ、はっと。防衛線の展開を急げ。巨人の進行をこの地で食い止めるのだ。打ち放つ。よし、やった。はっ、はっ、ここで倒す。この調子ね。やっ、やっ、はっ。ここ、はあ、次に行きましょう。すっごい、やるじゃない。巨人が邪魔で拠点の補強ができん。誰か手を貸してくれないか。この調子ね。助かった。すぐ拠点の補強にかかる。倒してやる。やっ、見せる。戦闘開始。拠点の準備が整ったか。これで防衛線の展開は完了だな。この防衛線より先に巨人を進ませてはならんぞ。拠点を有効に使って巨人を退けるんだ。私から行くわ。同行しよう。死ねんだ。
救援要請か。やっは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 っやった。話してる場合じゃねえよな。俺たちの任務は壁の破壊箇所の特定なんだが、巨人が邪魔で進めねえんだ。すまねえが手を貸してくれるか。やっはっがさらに接近してきます。くそ、なんでいきなりこんなに巨人が現れたんだ。はっはっ、まだまだとはっやっはっまだまだはっ。それで俺らの方はなんとかなりそうだが、このまま素通りもできねえよな。これから攻勢に出る。まずは前線を押し上げるのだ。よし、我々は拠点を設定して前線を支援するぞ。お前ら、俺たちもこの戦線に加勢するぞ。時間はかけられねえ。拠点をうまく使え。了解です。では設営場所を確保してきます。やった。労働作戦に取り掛かりたいが、この状況では厳しいか。次に行きましょう。助かったぞ。早速陽動作戦を始める。やっはっと。ここ。この調子ね。はっ。支援だ。救援要請か。
気づいて。よし、これで有利になったな。報告します。大型の巨人が複数体こちらに迫ってきております。それでたまるか。総員突撃、私待ってるぞ。隊長自ら。やっはっやっはっとはっやっ強敵捕捉はっよしはっやっとやってみせる。よし、いいぞ。次に行きましょう。倒してやる。やったわ。打ち放つ。やっはっ。強敵捕捉。やっはっはっ。
次に行きましょう。問題ありませんか？もちろんだ。何ら問題ない。ここで倒す。あのような勇猛さを示すなんて。おお、なかなかのもんだ。戦闘開始。やった、やった、やった、とか巨人の進行を食い止めたな。これで終わるとも思えんが。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。行けますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。さらに巨人が来て、なんだろう、何か。あんたはどう思う、この状況。もしそうだとすれば、奴らは一体どこから現れたと。新兵、ご苦労だった。ここはもういい。家だ。
いつ動けないのか。じゃあどうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それに、なぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。聞いたか、今あいつが。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ゴニ、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南藩はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西藩と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労もボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りに着くから。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、もしかしたら当初想定したほどのことには。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本…それを突き止めるのは明日の仕事だ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろう。すごいね。私もあなたを見習わなくちゃ。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし。は？は？おいおい。ところでコニー、お前の村はどうだった。壊滅した。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。自力じゃ動けねえ体で。なぜか俺の家で。コニー、まだ言ってんのか。お前は。巨人？じゃあなんでお前はチビなんだよ。もう、うるせえな。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人。うるせえ！クソ女、もう寝ろ！うん、そうだね。さて、おしゃべりはこの…